新潟市北区にある木造一部2階建ての空き家。天井の一部が落ち、屋根から落下した瓦が道路のすぐ横に散乱しています。危機対策法の実施を宣言します。この空き家は持ち主が死亡した後、親族が相続を放棄し、所有者がいない状態になりました。新潟市は2月に倒壊などの危険がある特定空き家に指定していましたが、法律に基づき解体が決まりました。管理が不全な物件だということで、市の方にご相談お問い合わせがあったのが平成29年という状況でございます。これ以上修繕ができない状況ということで、今回、やむを得ずというとあれですけれども、最終手段ということで、およそ187万円の解体費用は市と国で半分ずつ負担します。新潟市は市内の危険な空き家26件を特定空き家に指定して指導や注意喚起を行っていますが、13件は状況の改善が見られていないということです。市としても、そういった管理不全な状況になる前に、例えばお住まいの活用方法、売却をするのかだとか、その辺の活用方法を、早い段階からこう考えていただいて、住まいの引き継ぎ方みたいなものを市民の皆様からこう考えていただくような啓発に努めていければというふうに考えています。2018年の推計では、新潟市内には利用目的のない空き家がおよそ1万8600件あるとされています。市は条件付きで空き家の活用や解体などにかかる費用を補助しています。